いとこのクロエ。ペッパとジョージが庭で遊んでいます。ボール投げて。強く投げちゃいけないんだよジョージ。だから今のは私の勝ち。私の番ね。また私の勝ち。ペッパ、ジョージ、今日はいとこのクロエが遊びに来るわよ。やった、クロエが来る。ジョージ、クロエは私と同じで大きいの。だからちっちゃい子とは遊んでくれないかも。クロエは二人と一緒に遊んでくれるよ。クロエが来た。ペッパたちのおばさんアンティーピックがクロエを送ってきました。クロエはペッパとジョージのいとこ。二人よりもちょっとお姉さんです。こんにちはクロエ。こんにちはペッパにジョージ。じゃあ後でな。何をして遊ぶ？鬼ごっこしようよ。ペッパは鬼ごっこが大好き。まだ鬼ごっこしてるの？ちっちゃい子の遊びだよ。ああ、鬼ごっこって言ったのはジョージがやりたがるからだよ。わかった、それならやりましょう。普通のルールでやる？それとも赤ちゃんルール？普通のルール。じゃあ行くよ。ペッパ、あなたが鬼ね。捕まえてごらん。ペッパが鬼です。クロエとジョージを追いかけないと。ほらこっちだよ。よし、ジョージならすぐに捕まるね。ちっちゃいもん。そんなのずるい。ジョージを助けてる。まだちっちゃいからよ。ペッパも助けようか？いい、助けてくれなくて。私もう大きいもん。それならペッパ捕まえてみてよ。ほらこっちだよ。こっちだよ。こんなのつまんない。違うことしようよ。いいよ。大きい子がやる面白い遊びがあるんだ。だるまさんが転んだっていうゲーム。だるまさんが転んだ？だるまさんが転んだやってみたい。それどうやるの？誰か一人が鬼になって他の子がこっそり近づくの。私やる。私が鬼ね。ペッパが鬼です。向こうを向いている間に二人が近づきます。振り返った時に動いたらスタート地点に逆戻りです。ジョージ今動いた。スタートに戻って。タッチ、私の勝ち。まだ準備してなかったのに。ルールではいつ動いてもいいの。そうよねジョージ。今度はクロエが鬼です。絶対に動いてはいけません。わあ、ペッパ今動いた。スタートに戻って。ずるいよ、ずっと見てるんだもん。ルールではどれだけ見ててもいいんだもん。スタートに戻って。ジョージの勝ちです。もっと違う遊びしよう。いいよ、でも大人っぽいのにしてね。わかった。私が一番好きな遊び大人っぽいよ。ジョージ、ペッパが好きな遊び知ってる？それは泥んこの水たまりで飛び跳ねること。ジョージ、水たまりで遊ぶなら長靴を履きなさい。クロエの分の長靴も持ってきたよ。大きい子は水たまりでは遊ばないのよ。そう、じゃあやめるよ。ジョージは泥んこの水たまりが大好き。大人っぽく見られたいペッパは遊びたいのを我慢しています。ドロンコの水たまりで遊んでるの？マミーとダディもドロンコの水たまりが大好きです。楽しそうだね。そうだよ、楽しいの。大きい子も水たまりで遊んでいいっていうルールがあったかも。そっか、いいルールだね。競争ね。待って。ペッパとクロエもドロンコの水たまりで遊ぶのが大好き。大きくなってもみんなドロンコの水たまりで遊ぶのが大好きです。お眠なプリンセス。お休みの時間です。ペッパとジョージはベッドに向かいます。二人ともおやすみなさい。マミー、ダディ。なに、ペッパ。私眠くないの。
お話聞きたいな。でもジョージは眠そうだよ。また今度にしよう。ジョージ、お話聞きたいよね。うんって言って。わかったよ。お話をしてあげよう。でも一つだけだぞ。ダディピッグのお話が終わったらちゃんと眠ること、約束よ。約束する。それじゃあ今夜はお眠なプリンセスのお話をしよう。そのお話面白いの？なんだかつまんなそう。そんなことないさ、とっても楽しいぞ。ちっちゃいプリンセスが出てくるお話？ペッパ、聞いてばかりいるとお話が始められないわよ。ごめんなさいマミ。ダディ、そのお話にちっちゃいプリンセスは出てくる？ああ、小さなプリンセスが出てくるよ。お眠なプリンセス。昔々あるところに小さなプリンセスが住んでいるお城がありました。プリンセスはお眠なプリンセスと呼ばれていました。ダディ、なんでそう呼ばれてたの？それは後でわかるよ。お眠なプリンセスって可愛いの？ああ、とっても可愛らしくて、鏡で自分の姿を見るのが好きなんだ。私ってほんと可愛い。お城には他に誰がいるの？ああ、そうだな。お城に一緒に住んでいるのは小さなプリンスとクイーンマミーとキングダディ。その通り、みんなで一緒にお城に住んでるんだよ。キングダディのお腹は大きいの？そんなわけないだろう。キングはかっこいいんだ、ダディみたいに。それからお城のそばにはドラゴンもいる。ダイナソー。ダイナソーか。ああそうだった、ドラゴンじゃなくてダイナソーがいるんだ。お城の近くにとても大きくて怖いダイナソーが住んでいる。うわあ、うわあ、うわあ。あらま、ダイナソーはそんなに怖くないんじゃないの、ダディピッグ。ごめんごめん。そうだな、そのダイナソーはとっても優しいんだ。いつもおいしそうに草を食べてる。ダディピッグ。ああ失礼、ダイナソーになりきってた。ダディ、なんでそのプリンセスはお眠なプリンセスなの？これから話すよ。一日が終わり、日が暮れて、月と星が輝き始めると、みんな眠くなってくる。中でも一番眠そうなのはこのお眠なプリンセスだ。ペッパ、眠くなったのか？眠くないよ、全然眠くないもん。ジョージはどうかしら？ジョージ、起きて。お話、最後まで聞かなくちゃ。ペッパは眠くないようだけど、お眠なプリンセスは眠かった。一日中鏡を見ていたからすっかり疲れてしまったんだ。ベッドへ連れて行ってあげよう。おやすみ。お眠なプリンセスはとっても眠かったので、すぐにぐっすりと眠り込んでしまいました。素敵なお話ありがとう、キングダディ。どういたしまして、クイーンマミー。プリンスとプリンセスも楽しかったみたいね。ペッパたちは博物館にやってきました。ダディ、博物館って何？とっても古くて面白いものがたくさん並んでる場所だよ。ダディより古いの？ああ、ダディより古いものばかりだ。じゃあすっごく古いね。昔のキングとクイーンが使っていたものが見られるお部屋もあるのよ。キングとクイーンのお部屋見たい。他の部屋では本物のダイナソーも見られるぞ。わあ、ダイナソーか。
あらマミピック、どうもミスラビット、チケットは何枚いるかしら。大人2枚に子供2枚。ダイナソーゴーそれとダイナソー1枚ペッパは昔のキングとクイーンのものが見たいようです。うわぁ、ダイナソー。でもジョージが見たいのは本物のダイナソー泣かないでジョージ、すぐにダイナソーを見られるわよペッパ、ここにあるのはみんな昔のクイーンが使っていたものよ。これはクイーンの特別な椅子、玉座って呼ばれているのよ。とっても綺麗だね。これはクイーンのドレス、すっごく素敵だね。ほら見てペッパ、これはクイーンの黄金の王冠よ。わー、とってもキラキラしてる。マミ、クイーンのテレビはどこにあるの？昔テレビはなかったのよ。テレビなかったの？でもコンピューターはあったんでしょ？ないわよ、昔はコンピューターもなかったの。じゃあみんなは何をしてたの？マミ、もし私がクイーンだったら好きなだけケーキを食べられるんだよね。ペッパは想像してみました。うん、美味しかった。他に何かいりますか、クイーンペッパ？そうね、ケーキのおかわりを。はい、ただいまさあ、ほら行くぞ。ちょっと待ってダディ、私はクイーンよ。お辞儀をしてからお話ししてね。ああ、これは失礼いたしました、クイーン。何をしてる人？あなたのダディです。ふん、それ面白そうね。はい、とっても面白いですよ。で、この部屋は何？ここはなんとダイナソーの部屋だよ。ダイナソーの部屋？ジョージ、ダイナソーの部屋だってダイナソー、ダイナソーはどこにいるの？この部屋のどこかにいるよ。見えないみたい。すっごくちっちゃいのかな。それがね、ペッパ、ものすごく大きいんだ。うわぁ、すごいだろう。これは本物のダイナソーの骨なんだよダイナソーガージョージはダイナソーになった自分を想像しました。ガーガーキャー、ダイナソーが来る、助けて助けて、ガーガーこのダイナソーのお部屋はジョージの一番のお気に入りね私のお気に入りはキングとクイーンのお部屋だよ。どうやらダディピッグもお気に入りのお部屋を見つけたみたいよ。それってどんなお部屋なの？ケーキが食べられるお部屋よ。ダディピッグのお気に入りは館内にあるカフェですほら座って。ほんとだね、とっても素敵なお部屋大嵐今日はとってもいいお天気。ペッパとジョージはお庭でピクニックです。はい、オレンジジュースよ、ダディ。なんて言うんだっけ。どうもありがとう、ペッパ。どういたしまして、テディ。はい、オレンジジュースよ、ミスターダイナソー。なんて言うんだっけ。ガウー。どういたしまして、ミスターダイナソー。テディとミスターダイナソーもクッキー食べる？お腹空いてないから。ペッパとジョージで全部食べていいよ。ありがとう、テディ。今のは何の音でしょう。ペッパ、ジョージ、急いでお家に入りなさい。マミ、今の大きな音は何？雷の音よ。この音がしたら嵐が来てたくさん雨が降るの。
早く雨が降る前にお家に入って。焦らなくて大丈夫だよ。雨雲はまだまだ遠い。空はどんどん暗くなっていきます。嵐がやってくるのです。ペッパ、ジョージ、お庭におもちゃを置いてこなかった？ダイナソー。よかった、ミスターダイナソーは大丈夫ね。テディ、テディをお庭に置いてきちゃった。雨で濡れちゃう。大丈夫だよペッパ、ダディが助けに行ってくる。じゃあ急いでダディピック、今にも雨が降り出しそう。嵐のことならよくわかってるよ。まだしばらくは降らない。ほらやっぱり、まだ当分雨は降らない。テディかわいそう、びしょびしょになっちゃった。ほんとかわいそうね。乾かしてあげましょう。テディかわいそう。もう大丈夫、乾いたわよ。あ、くし、ダディはかわいそうじゃないのか。すっかりびしょ濡れだよ。あら、ごめんなさいダディピッグ、すぐ乾かしてあげる。はい、いいわよダディピッグ、すっかり乾いたわ。お家の中にも雨が降ってる。床が濡れちゃうよ。大変、どうしましょうダディピック。心配ないよ。ダディピックは床にバケツを置きました。さすがねダディピック。朝飯前だよ。なんだ。急いで、その下にも何か入れ物を置きましょう。えらいぞペッパ。朝飯前だよ。ラミ、今の雷すっごい音だった。二人とも怖がらなくても大丈夫だよ。光ってから音がするまで数を数えましょう。数がたくさんなほど雷が遠くへ行ってるってことだ。1、2、3。今のは3だ。1、2、3、4、5。今度は5だ。さっきより雷が遠くなった。嵐はもうおしまいね。やったー。嵐で庭には泥んこの水たまりができました。ペッパは泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。みんな泥んこの水たまりで飛び跳ねるのが大好き。私、嵐って大好き。泥んこの水たまりができるんだもん。パシッ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 。クロエの人形劇。今日はアンクルピックとアンティピック、いとこのクロエの家に行きます。きっと今日もアンクルピックはランチを食べた後に居眠りするんだろうな。ダディピック、自分のお兄さんをそんな風に言わないの。それに子供たちの前よ。本当のことだろ。アンクルピックはいつもランチを食べ過ぎて居眠りするんだ。こんな風にいびきをかいてね。なあペッパー、ジョージ、今ダディが言ったことは内緒だぞ。はいダディ。アンクルピックとアンティピックの家に着きました。アンティピック、アンクルピック、いらっしゃい。みんなよく来たね。いや元気かい兄さん。アンクルピックはダディピックのお兄さんで、クロエはペッパとジョージのいとこです。こんにちはクロエ。こんにちはペッパにジョージ。見せたいものがあるんだ。待って待って。見て、これ人形劇のステージよ。うちのパパが作ってくれたの。わお人形は私が作ったの。このお人形はクロエよ。こんにちは、私はクロエピック。でこっちは私のパパ、アンクルピック。よーペッパ、私はアンクルピックだ。クロエ、
私たちもお人形さんを作ってもいい？いいよ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私やってたよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え？ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった。怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた。怖いダイナソーだよ。ガウ。みんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。アンティーピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵。用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガーキャー。ダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャーガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。やあペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。アンクルピック、これから居眠りをするんでしょ。それでいびきをかくんだよね。どういう意味だい？ダディが言ってたの。アンクルピックはいつもこんな風にいびきをかくって。ほうほう、あ、その通り。いつもこうなんだよ。もうダディピッグ、あなたがあんなこと言うからよ。ダディピッグもアンクルピッグも聞いてないみたい。ダディピッグとアンクルピッグは居眠り中。本当によく似てること。ん？どうなった？ん？人形劇はいつになったら始まるんだ？レッスン。今日は初めてのバレエのレッスン。教えてくれるのはマダムガゼルです。あらまあ、あなたがペッパピッグね。私が先生のマダムガゼルよ。こんにちは、マダム。まあ可愛らしいこと。今日が初めてのバレエのレッスンね。みんなと一緒に楽しみましょう。後で迎えに来るわね。バイバイ。楽しんでね。ペッパの友達、猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカ、ポニーのペドロです。皆さん、今日から新しい仲間が増えますよ。ペッパピッグです。さあペッパ、みんなのところへ行って。みんなよろしくね。よろしくペッパ。始めますよ。では最初はドゥミプリエからね。ドゥミプリエよ。次はちょっと飛びます。プティジュテよ。優雅に美しく飛ぶのよ。プティジュテ、優雅に美しく。プティジュテよ。優雅に美しく飛びましょう。バレエのレッスンはとっても楽しいようです。では両手を上げて。
美しい白鳥になった気持ちでね。皆さん、白鳥ってどんな音を出すと思う？ワンワン、ねえ、ミャオ、ねえ、まあ、ねえ、ねえ、優雅に美しく。ペッパは踊るのが大好き。みんな踊るのが大好きです。マミーマミー、白鳥になって踊ったんだよ。ペッパはとっても上手でしたよ。そう、私優雅に美しく踊ったの。それは素敵ね。どんな風に踊ったか見せてあげる。お家に帰ってからね。マミーだけじゃなくて、ダディピッグとジョージにも見せてあげて。バイバイ。ペッパとマミーが帰ってきました。ダディ、ジョージ、私がみんなにバレエを教えてあげる。難しいんだろ。私はすぐにできたよ。でもダディやジョージやマミーにはすっごく難しいと思う。まず音楽をかきます。よろしい。それじゃジョージ、ダディ、マミー、みんな私の真似してね。マダムガゼルは変なこと言ってたけど、いい？ただこうやって膝を曲げてからジャンプするの。ああ、それはプティジュテだ。ダディ、なんでその言葉知ってるの？マミーとダディはバレエが得意だったんだ。ダディピック、気をつけて。一番好きだったのはパドドゥだ。それ！前はこうはならなかったのに。ダディピックったら。バレエはペッパに任せた方が良さそうだな。そうだよ、私が一番上手だもん。私は美しい白鳥よ。お留守番。マミーピックとダディピックがお出かけするので、グランマたちがお世話をしに来てくれました。グランマピック、グランパピック、グランマ、グランパ、二人ともこんばんは。おお、来たぞ。ペッパ、ジョージ、ほらベッドに入りなさい。おやすみ、ペッパにジョージ。おやすみなさい、よく寝てね。おやすみなさい、マミー。おやすみなさい、ダディ。なんて可愛らしいんでしょう。いい？すぐに眠るのよ。はい、マミー。本当にいい子たちだこと。マミーピックとダディピックが出かけて行きました。ペッパとジョージは本当にいい子たちね。マミーピックに言われた通りすぐすやすや寝てくれて。今夜の留守番は楽そうだ。ジョージ、ジョージ、ねえ、起きてる？一体何の音でしょう。ちょっと様子を見に行った方が良さそうだな。ペッパ、ジョージ、起きてるの？あら、まあ驚いた。もう寝てたのね。そうか、それならさっきの音はペッパとジョージじゃなかったようだな。何の音もしないわね。今度こそ本当に眠ったんじゃないのか。さあ、テレビでも見るとしよう。
ガーデニングアワー、今日はバラについて特集します。おお、私の好きなガーデニング番組だ。このキフツゲートは特にトゲの多いバラです。剪定するときはまず花首をカットしてから伸びてきた新しい枝を切り落とします。クラマピック、ペッパ、ジョージ、もう寝てなきゃいけない時間でしょ。ジョージも私も眠くないの。一緒にテレビ見てもいい？そうね、少しテレビを見ていたら眠くなるかもしれないわね。やったアイスランディックローズは目利きの園芸家たちに好まれる通好みのバラですが、温暖な気候ではしおれてしまいます。はあ、このテレビ全然面白くない。グランパピック、ねえねえ、あれやって。私を放り投げてキャッチするの。ああ、いいぞ。だが一回ずつだけだぞそうで、いや、ずいぶんと重くなったもんだいや、次はジョージの番だ。そうで次は私。そうでもっと高く。グランパピッグ疲れちゃったみたいよ。わかった、じゃあグランマピッグ鬼ごっこしよう。あはい、鬼捕まえてごらん捕まえないよ。ほんま捕まえちゃうわよマミーピックとダディーピックが帰ってきました。二人ともちゃんと寝てるかしら。ただいま。誰もいないのかい子供たちもよく寝てるけど、グランパたちもぐっすりだペッパとジョージが仮装パーティーを開きます。お友達も呼んでいます。ペッパは妖精のプリンセスに、ジョージはダイナソーに仮装します。ダイナソーペッパの友達、猫のキャンディー、羊のスージー、犬のダニー、ウサギのレベッカとポニーのペドロです。ねえ、スージーは看護師さんに仮装しています。やあスージー。ねえ、こんにちは、ダディピック。看護師さんがいてくれて助かった。病院から来たんだろ。私本物じゃないの。真似をしてるだけ。そうなのか。おやおや、君たちは誰だい？僕は海賊だよ。こりゃたまげだ。ミャオ。私はマドよ。みんなをカエルに変えちゃうんだから。ねえ。僕はピエロ。面白いピエロだ。で、君は何かな、レベッカ。私は人参素晴らしいね。さあ入って、妖精のプリンセスとダイナソーがお待ちかねだよみんないらっしゃい。こんにちは、ペッパ。こんにちは、スージ。私はプリンセスのペッパよ。お辞儀をしてからお話ししてね。こんにちは、プリンセス。ねえ。私は看護師のスージ。ではお口を大きく開けて、あーあねえ、僕はピエロ。じゃあ面白いことしてレベッカ、なんで人参の格好してるの？人参好きだからダイナソー。は、怖い怖い、ダイナソーだペッパは鏡を見つめています。鏡よ鏡よ鏡さん、一番美しいのは誰？あなたよ、ペッパにゃお。こんにちは、ペッパ。こんにちは、私は妖精のプリンセスよ私はマドよ。にゃお。私魔法の杖を持ってるの。私も魔法の杖を持ってる。あなたをカエルに変えちゃうよ。私があなたをカエルに変えちゃうのダイナソー、ガーおやおや、ジョージは自分の姿に驚いたようです。もうジョージったら、鏡に自分が映っただけよガオそれじゃみんな、今日は誰の仮装が一番良かったか決めるわよ。審査員は誰かな？私は私
今日はペッパのパーティーだから審査員はペッパにやってもらおう。やった私が審査員。ダディ審査員って何？誰の仮装が一番良かったか決める人だよ。わあすごい。ペッパは誰が一番良かったか考えます。スージー、あなたの格好もっとよく見せて。ねえ私は看護師のスージー、みんなの病気を治すの。とっても素敵よスージー。次はダニー。僕は海賊。こりゃあたまげた。次はキャンディ。ミャオ。私は魔女。あなたをカエルに変えちゃうわよ。私は妖精のプリンセス。あなたをカエルに変えちゃうよ。ほらよしなさい。ごめんなさいマミ。次は誰？僕はピエロ。面白いピエロ。次はレベッカ。私は人参。かわいいね。それから弟のジョージ。怖いダイナソーなんだよね。ガワー。みんなとってもいいと思います。やったー。じゃあ誰が一番か発表して。わかった。えへん。一番良かった人は私。ペッパ、審査員は自分のことは選べないのよ。え、そうなの？もう一度誰が一番か選んで。わかった。一番は人参さん。おめでとう。ありがとう。ペッパは仮装パーティーが大好き。みんな仮装パーティーが大好きです。車のお掃除。今日はみんなでドライブに出かけます。みんな準備はいいかな？いいよ。ダディピッグ、準備 OK よ。でも車は違うみたい。降りて見てごらんなさい。こんなの大したことないよ。中の方がもっと汚い。へへへへ。ダディは困った汚し屋さん。ダディは困った汚し屋さん。このゴミを見て。新聞？ダディのだ。お菓子も。それは私の。ミスター・ダイナソー。ダイナソー、ガウ。ドライブの前に車をお掃除しなくちゃ。うん、わかったよ、マミーピッグ。マミー、お掃除手伝ってもいい？え、もちろんよ。やったー。ダディピッグは洗剤と水を入れたバケツを用意します。ダディピッグが車の屋根を。マミーピッグがボンネットを。ペッパがドアをきれいにします。ジョージは窓を掃除したいのですが手が届きません。まあジョージ、マミーが手伝うわ。おやおや、水たまりにスポンジを落としてしまいました。ジョージ、また車がドロンコになっちゃうよ。ドロンコ洗い流すね。ペッパ、その水はドロンコなんだよ。おやおや、ペッパは車にドロンコの水をかけてしまいました。ああ。大丈夫だよ、ホースを使ってドロンコを洗い流そう。わいわい、私がホース持っていい？ペッパがホースを持って、ダディピッグが水を出します。水が出ないよ。わあ！ペッパやめて。ごめんなさいマミ。あれ？あ！ダディピッグ、水を止めてちょうだい。うん。慌てなくて大丈夫。みんなびしょ濡れです。車は洗えたようだな。私たちまで一緒にね。車を磨いてるから乾かしておいで。じゃあ後でね。ああ、後でな。
車は顔が映るほどピカピカになりました。面白い顔です。おっと、面白い顔が増えました。ペッパとジョージです。マミーピックも。すごいわ、車がピカピカね。だろ、ダディはこういうの得意なんだよ。乗って、マミーが運転するわ。みんな、準備はいいかな？オッケー。それじゃあ、出発。今日は車をきれいに使いましょうね。はい、マミーピック。はい、マミーピック。マミー、今度はマミーが車を汚しちゃったね。汚し屋さんだな。マミーは困った汚し屋さん。暑い夏の日、太陽が照りつけて今日は暑くなりました。よく晴れて暑いわね。ペッパとジョージは長靴を履いてドロンコの水たまりへ。ドロンコの水たまり大好き。あれ？おやおや、日差しが強いので水たまりが乾いてしまいました。マミー、ダディ、水たまりが全部乾いちゃって飛び込めないの。大丈夫よペッパ、今日は暑いから代わりにビニールプールで遊べばいいわ。やった、ビニールプール。それじゃまずは水着に着替えないとね。はい、マミペッパとジョージが水着を着てきました。マミーピックも水着を着ています。そしてダディーピックも水着を着ています。日差しが強いから日焼け止めを塗りましょう。ベタベタして気持ち悪い。それくらい我慢しないと。そうよ、今日はみんな日焼け止めが必要ね。行こうジョージ。ビニールプールに空気を入れるぞ。ダディピックが空気を入れます。朝飯前だよ。ペッパがホースを構えるとマミーピックが蛇口をひねります。お水が出ないよ。ペッパとジョージはビニールプールが大好きです。暑い時期、ミスラビットはアイスクリームを売っています。マミー、ダディ、アイスクリームを食べてもいい？そうね、今日はとっても暑いから食べてもいいわよ。やったー。ダディの分も頼んだよ。みんなアイスクリームが大好き。こんにちは、マミーピックとペッパにジョージ。どうもミスラビット。どのアイスクリームにする？じゃあコーンに乗ってるのをください。はい、どうぞペッパ。ありがとう。じゃあ私とダディの分もコーンでお願いします。さてジョージ君はどれがいいのかな？ダイナソー。ダイナソー？ジョージったら。ジョージは何にでもダイナソーって言うんです。そう、ちょうどよかったわ。ダイナソーの形のアイスキャンディーがあるのよ。ダイナソーガウ。ジョージ、溶けちゃうから早く食べなさいね。ダイナソー。ダイナソーのアイスキャンディーが気に入ったジョージは食べようとしません。ありがとうミスラビット。夏を楽しんで。ジョージ、早く食べないとダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落っこちちゃうわよ。おやおや、ダイナソーのアイスキャンディーが溶けて落ちてしまいました。泣かないでジョージ、ダディの分けてもらいなさい。きっといいよって言ってくれるわ。
暑い中ダディピックは眠ってしまいました。ダディピック暑そうね。お水をかけて冷やしてあげようよ。それがいいわね、ペッパ。うわぁ、なんだなんだ。赤い顔して暑そうだったから。お水をかけてあげたの。ああ、そうか、ありがとうペッパ。見て、水たまりができてる。行くよジョージ、長靴を履いてこよう。ペッパとジョージが長靴を履いてきました。二人が何よりも好きなのはやっぱり水たまりで飛び跳ねることです。ダディ運動する。マミーピッグがテレビを見ながら運動しています。手足を曲げて伸ばして、曲げて伸ばして、はあ、テレビって最高だよな。何の番組だい？体を鍛えるエクササイズの番組よ。ダディには関係ないな。ダディの体は完璧。でもそうは見えないよダディ。その音が大きすぎるでしょ。すごいんだぞ、見せてやろう。どうすればいいんだ？つま先に触ってこうやるの。簡単。ダディ、つま先に手が届かないふりしてもダメだよ。ああ、ふりをしてるわけじゃないんだけど。ダディピックは本当に手が届かないようです。そうなの？ダディ、それは良くないね。少し運動した方が良さそうだな。そうだよ、ダディ。よし、やるぞ。明日から。ダディピック、今すぐ運動しないとダメよ。大丈夫よダディ、私が手伝ってあげる。そうだな、頼むよ。ペッパ、お前がダディのコーチだ。何からやればいい？じゃあ、最初は腕立て伏せね。簡単だ。1、2、どうだい？上手だよダディ。それじゃあこれをあと100回やってね。100回もやるの？そうだよ。ペッパ、ランチの準備を手伝って。ダディも手伝うよ。ダメだよダディ、ダディは腕立て伏せを100回やるの。うん、1、2、3。マミーピックとペッパとジョージはランチの準備中。ダディピックは腕立て伏せを続けています。ダディすごく頑張ってるね。10、頑張りすぎないといいけど。見に行ってくる。13、14、15、16、17。ダディったらズルしてる。腕立て伏せしてないじゃない。なあ、その面白そうなテレビをやっていたんだよ。怠け者ね。マミーが前に使ってたエクササイズバイクはどう？なあ、これなら楽しそうだ。自転車を漕ぎながら大好きなテレビを見られるぞ。やっぱりダメだな。自転車がうるさくてテレビの音が聞こえないよ。だけど何か運動しなくちゃ。わかった、私の自転車使えばいいよ。そうね、外の空気を吸った方がいいわ。ダディがペッパの自転車に乗ります。ダディ、これがペダルで、これがブレーキで、これがベルね。わかってるよペッパ、ありがとう。じゃあな。楽ちん楽ちん。体を鍛えるのは大変です。これなら漕がずに鍛えられるぞ。どんどんスピードが上がります。おう、スピードを落とさないと。あー、ブレーキが効かないぞ。助けて。ダディピックはまだ戻ってきません。マミー、ダディどうしたのかな？大丈夫よペッパ、ダディはきっと楽しくてつい遠くまで行っちゃったのよ。ダディ、どこへ行ってたの？行きはピューッと走って降りたんだけど、帰りは自転車を押して上がってきた。まあ、大変だったわね。とにかく運動はできたよ。ええ、今日の分は。どういう意味？明日はもっと運動しないとね。ええー、
ダディ、体を鍛えるなら毎日運動しないといけないんだよ。嘘だろ。大丈夫よ、ダディ、私がコーチしてあげる。ほんと、厳しいコーチだ。ビーチ。ペッパたちはビーチへやってきました。ペッパとジョージはビーチが大好きです。荷物がいっぱいね。帰るときに忘れないようにしないと。パラソルにビーチバッグ、タオル、バケツにシャベルに水玉のボール。そうね、じゃあまずは日焼け止めのクリームを塗りましょう。日差しが強いので遊ぶ前に日焼け止めを塗ります。ビーチでボールは使えるかな。大丈夫そうだ。二人はこのボールが大好き。ジョージ、ボール投げて、私がキャッチする。ジョージ、キャッチして。おやおや、小さいジョージにはキャッチできません。泣かなくていいよ。二人とも海に入りたいかい？うん、海に入りたい。じゃあ浮き袋をつけて。これでよし。その浮き袋かっこいいぞ、ジャージ。私も。よし。これで海に入れる。やったお水冷たい？あったかいよ、ほら。こらこら。ダディピッグが先にやったのよ。水のかけっこはもうやめた。ダディ、私ビーチって大好き。ペッパとジョージはビーチが大好き。みんなビーチが大好きです。ペッパ、ジョージ、バケツとシャベルで遊ぶんでしょ？うん、遊びたい。ダディ、ダディ、お砂にダディを埋めてもいい？そうだな。お願い、ダディ。わかったよ。やった。ペッパとジョージがダディを埋めていきます。こらこら。できた。もう逃げられないよ。頭が熱くなってきたな。帽子を取ってくれ。それなら取ってくださいって言って。ダディの帽子を取ってください。いいですよ、ダディ。これでよし。なんだか眠たくなっちゃったな。ジョージ、砂のお城を作ろうよ。砂のお城を作り始めます。最初にバケツに砂を入れるの。こうやって。そしたらバケツをひっくり返してポンポン。バケツを上げるとほらできた。砂のお城です。ほらできた。砂のお城がもう一つ。ペッパー、ジョージ、帰る時間よ。忘れ物しないようにね。忘れてるものがないかチェックして。タオル、ビーチバッグ、パラソル、水玉のボール、全部あるよ。何か忘れてる気がするんだけど。そうだわ、帽子を忘れてた。ダディ、ダディを忘れてた。本当、ダディを忘れてたわ。なんだ？ダディのこと忘れていくとこだったの。でもジョージが覚えてた。ジョージが覚えててくれてよかったよ。ダ
で写真を飾る。マミーピッグが持っているのはペッパとジョージの写真。新しく撮った写真を壁に飾りましょう。ああ、任せて。ダディは DIY の名人なんだぞ。本当に頼んで大丈夫？もちろん。壁に釘を打って写真をかけるだけだろ。お願いね。グランマたちの家に行ってくるから、あとはよろしく。それと散らかさないでね。任せて。じゃあね。いってらっしゃい。タジ、私たちもお手伝いしていい？じゃあよく見てて、どうやるのか覚えるんだよ。まずはメジャーを取り出す。それと鉛筆。よし、ここに釘を打つとしよう。壁を壊さないでね。今度はハンマーと釘を取り出す。危ないからそこで名人の技を見ていなさい。ダディピックが壁に釘を打ち込みます。壁を壊さないでね。壊すわけないだろう。簡単簡単。おっと、ひびが入っちゃったぞ。壁に大きなひびが入ってしまいました。もうダディ、壁を壊しちゃったじゃない。これくらいわからないよ。写真を飾っちゃえば。ほらね。でもひびが見えてるよダディ。そうだな、一旦釘を抜いてひびを直そう。散らかしちゃダメだよダディ。大丈夫だよペッパ、すぐ抜けるから。うわもうダディ、本当に首を壊しちゃったじゃない。マミーに分かっちゃうよね。あ、きっと分かっちゃうだろうね。ジョージ早く。何をしに行ったんだろう。ダディ、ここから見えるよ。マミーピッグが帰ってくる前に壁を直さないと。レンガを取って。まずはレンガで壁の穴を塞ぎます。よし。次にレンガをセメントで固めます。簡単簡単。そしてペンキを塗ります。元通りだ。完成です。やった。でもお家の中は散らかり放題。これはまずいぞ、もうすぐマミーが帰ってくるのに。まずはペッパとジョージをきれいにします。ペッパが掃除機をかけて、ダディピックは道具をお片付け。マミー、マミーが帰ってきました。マミー帰ってきちゃった。よし、何にもなかったふりをして。ただいま。おかえり。何をしていたの？別に何も。確かに何もしてなかったみたいね。写真を飾るんじゃなかったの？ダディピックは写真を飾るのをすっかり忘れていました。ああ。いいわ、マミーは名人じゃないけどこれくらいなら簡単。できた。確かに簡単そうだな。ダディがやった時は大変だったのにね。しっ、ペッパー、それは内緒だ。秘密。マミーピックがペッパに特別な箱をくれました。ペッパ、この箱はあなたのために作ったのよ。ありがとう、マミー。これは秘密のものを入れておく秘密の箱なの。それってどんなものを入れればいいの？それはあなたが決めるのよ。あなたの秘密の箱だもの。
私何を入れるか決めた。そう、でも言わないでね。うん、言わないよ。ジョージにもダディにも。だって秘密なんだもん。ジョージ、これ秘密の箱なんだ。空っぽなの。だからこの中に入れるものを探さなくちゃ。ジョージは手伝う気満々です。ダメよジョージ、何を入れるか私が決めるの。私が選んでる間お外で待ってて。ペッパは秘密の箱に入れるものを選びます。秘密の箱がいっぱいになった。ジョージ、中を見ちゃダメだからね。ジョージは箱の中身が知りたくなりました。知りたいなら当ててみてもいいよ。ダイナソー！ペッパがダイナソーを入れたと思ったようです。もうジョージったら、なんでもダイナソーって言うんだから。でもダイナソーは大きすぎてここには入らないよ。ジョージには箱の中身がわかりません。ダディピックは絵のお掃除中。ダディ、これ私の秘密の箱よ。マミーが作ってくれたの。ああ、それはよかったね。何を入れたの？秘密だよ。ジョージが当てようとしたけど、当てられなかったの。当ててみてもいい？いいよ。ふん、ダディのメガネじゃないよな。違うよ。メガネはダディがかけているじゃない。ああ、そうか。ダディったら、もっとちゃんと当てっこして。わかったよ。マミーの靴を入れたのかな？はずれ。2回間違えてから終わり。ペッパは秘密が大好き。マミー、誰も中身を当てられなかったよ。あれ、ジョージ、それ何？ジョージにも作ってあげたの。秘密のものを入れたのよ。中身はジョージしか知らないの。そう。ペッパはジョージの箱の中身が知りたくなりました。わかった、どうせ思ったのダイナソーでしょ。違う、箱の中身はダイナソーではありません。こんなの難しすぎる。わかるわけないよ。ペッパは秘密が好きではなくなったようです。ペッパ、あなたが箱の中を見せてあげればジョージも見せてくれるんじゃない？わかった、一緒に見せ合うんならいいよ。それはいい考えだね。じゃあ1、2の3で箱の蓋を開けるんだよ。いい？いいよ。1、2、3。ジョージは太鼓、ペッパはトランペットでした。まあ素敵ね。いいね、なかなかうまいぞ。他にはもう秘密はない？ジョージの箱にはドーナツが。あれ？ペッパの箱は空っぽです。もう何にもない。大丈夫、あるわよ。さあどうぞ。ジョージもペッパもマミーもダディもドーナツが大好き。ダディには箱がないけど、このドーナツをしまうのにぴったりの場所があるんだ。どこだかわかる？ドーナツをしまうんでしょ？冷蔵庫？はずれ。もっといいところだよ。お腹の中だ。おいしいよ。私もドーナツお腹にしまおっと。マミーも。